頑張らないくびれメイク術くびれっちを、泉パークタウンカルチャーセンターの方でやっております。私、一般社団法人スマイルフォージャパンプロジェクトの上野京子と申します。まずは、オラホのラジオ体操を使ったラジオ体操と、あとは、私独自で考えたくびれ術をやっています。まず震災後に、オラホのラジオ体操というのを、YouTube で拝見しまして、それに、共感いたしました。そのなぜ共感したかというと、そのオラホのラジオ体操が作られたその経緯というか、それは、被災された方々が仮設住宅に住まれている方々がの健康維持のためとコミュニティのためにという目的で作られたのがオラホのラジオ体操なんですけど、その目的とその流れてくるその宮城県の石巻弁の何とも言えない楽しいラジオ体操が私は一目ぼれしまして、それの何か私もそのそれを広めるために何かできないかなと思って始めました。11月の2日の日に、八重洲の方で、それは単発ものなんですけれども、ワークショップ的なことをやります。このオラホのラジオ体操は、笑いながら楽しくできるラジオ体操です。で、ラジオ体操をきちんと正しくやると美と健康が手に入ります。なので、このラジオ体操を通して美と健康を手にし、そしてまた200、この500円のうち200円が震災復興のための現金になるので、ぜひこのオラホのラジオ体操を購入していただいて、復興のお役にも立っていただければと思います。